お疲れ様です。こんばんは。聞こえますか？おーおお、早いわ。いや、ごめんお前ら、俺謝りたいんだ。ソダシにすまんかったって。俺もう新山の調教師の気分です今。俺はお前の能力を見余っとった。スゲルピンクルビーとかで、イクセルとかで、あわよくばみたいな単勝買ってすまんかった。しょうもないことして、謝りたい俺。無敗の馬は帰って言った格言、本当でした。謝りたい俺、ソダシに。ごめんって。やっぱ強えわって。レコードな。時間考えろ。伊沢みたいになっとるで俺、あの、稲中の。謝りたいって、すまんねって。いや俺ファンになったわ、ソダシの。マジで強かった、かっこいいわ。いやグリバルつけてたのに俺。っていうかお前らのせいだって。いやっていうかむしろお前らはちゃんと言おった、大川荒れないって。確か荒れんかった、俺のせいや。やっぱソダシよ、ソダシだよ。いやマジで強かった、まさかレコードとは思わんかった。しかも汚い単勝4点散らすっていう汚いかけ方しよったやで俺は。これでまたお前3連敗の3番負けですわ。これで当たんねえ。どうやったら当たるんだマジで。ブリブリ強かった。4点掛けな。ワンチャン、あの、ファインルージュとかね、1万5000ぐらい返ってきたらええわっていう2500円掛けっていう。まあ、勝負掛けしとったんは、あの、何あれな。方法エクセルな。こいつが来たら20万になるでっていう。ああ、マジでこんかなって思ったんやけどな。蓋を開けてみたらソダシですわ。3万いた。いやマジで俺もう皐月賞はガチでいくで。ほんともうこれ以上俺の楽天銀行口座が入れるだけの口座になるんは避けて。そろそろまた0円になったけん、残金入金して30分後に0円になったけん、くー悔しい。ちょっと据え置きの金で戦えるようになりたい早く。泥沼入金専用口座、それよ。ツイッターでも非難ゴーゴー、汚いやつやでって。いやもうな、ほんときついで。ちょっとさっき立つんとこで飲んでたんだわ今まで。そっから帰ってきてここに来たんだが、チャージのみ。ほんときついぞ。いや、マジで0円だからな、今、残高。また入金しなきゃ。さつきの前に入金しなきゃっていう。とりあえず入れとったらやりそうやけん。やる前にしか俺は入金せんことにしとるから。メイケール買ってない。あれはもう、ガチやばい馬って分かっとったけん。なんやったかな、ファインルージュ、赤い鳥の娘、で、シゲルピンクルビー、ほうほう、イクセルに2500円。ボックス。ボックスっていうか、単勝を4点掛け。これが、外れですわ。単勝4つ散らしても当たらんのやけん、もういつ当たるんだって話ですよね。まあ、ルメールは外して正解やったな。そろそろ、ルメールか。ようやく来たかって感じだな。サツキのルメール買おうかな。そろそろ、1点買いで。ぼちぼち勝つやろ、ルメールも。かけ方ダサい。それな。やてたいんや、ほんとそろそろ俺は楽天銀行口座にちょっとでもあの据え置きの金を置きたいんやけど、なんで置けない。常になくなる楽天銀行口座俺の。もうこれは呪いやなマジで。そうだし勝った。いやレース見てないんや俺正直、ごめんな。でもソダシが勝ったっていうのをあのゲースポで見て、うっ終わったって、そっからポイって、で後で見よったらレコード勝ちっていう、うっくーつえソダシって、ごめんなって。本当に謝りたい俺はソダシには。
あれはまあ人気出るぞ。でもオークスはさすがに厳しいじゃろ。そうだしも NHK マイルけどうなん、わからんの。 NHK マイルなんか僕も出るんじゃろ。さすがそうだしもきついじゃろって。そうだし、アイドル扱いしてバカンしてたやつら。そうなんよな、本物やったわあいつ。レコードってまあ確かに引っ張ったもあるよ、名家が引っ張っていったもあるやろうけど、レコード出すか白馬が。未来英語を抜かれんかもしれんぞ。かわいい、かわいいし、もうアイドルホースになったよなこれで。ついに無敗でお前クラシック取るって、これやばいっすよ本当。まあ押しむらくはあのなんでその名前にしたっていう、もうちょいなあ能力考えたらお前デビュー前に名前変えてもよかったんちゃいますもん。デビュー前に名前変えてソダシなんけ。まあ金子のことやけんあれやけどよ、わかるけどよ、そういう名前つけるんはアパパネだーって。金子はやるよなーって。それこそお前ユキちゃんとかしとったらもう爆上がりだったで。さらに白いんじゃんはさすがにきついけど、いい意味ないの、輝きみたいな感じやろ、輝き勢いって、勢いみたいな感じやろ、相撲で言うとこのソダシちゃんは。シゲルジュの着クソがお前ら押しとったろうがシゲルピンクルビー、俺それ乗っかったやぞ、その結果これですよドン。いやイクセルは俺ワンチャン20万あるって思っとったけん買ったけど、プークスクッソー、ファインルージュだけやったでワンチャン、よかったあいつはワンチャンあったかもしれん。飯がうまい、もうそろそろ当てたい、ほんと1回だけ当てたい、とりあえずやっぱ一回当てんと流れ乗れんからこういうの。サツキなんかわからんしな、俺もうサツキ剣しようかな、剣して構わんで、サツキ見てからダービー買うんが本戦やない。オークスもええわ、わからんくし。いやオークスこそ里のか、眉毛眉毛馬券買いたくないしな。でもあいつもまあ2着入っとったよ、ルメカスも。確かに難しいわこれ、ほんと。いや剣いるってマジで、こんなん常に買いよったら死にますから。ってかハルテン行こうかな俺、ハルテンアリストテレスどう、いける？多分コントレールなんかこんやろ春に。それやったらお前もう アリストテレスでいけるんちゃう、ルメカスの。俺春こそいけると思うんやけど、無理いかん、あいつダメ、やっぱ阪神大商店でもう化けの皮剥がれとる。おっしょ、春なんかマジわからんし。でもあれそう、いやコーンタレル出るんあいつ、まさか春サツキから逃げんな。いやまずこっからのちょっと G1 戦線教えてや、三冠組には多分ダメっぽいよな。てか春天って何が出るん、そもそもコバでお前ステイヤなんかおるん、宝塚か。別に100円からかけられるんだから安価で休んだら遊んだらええやん。いや俺もう下から1万やけん競馬は、もうそれは崩さんようなスタイルでいきたいと思ってますって。場面で勝って1万、100点、100円100点買おうかな、3連単で。それやったらワンチャン当たるかも、いけるかも。流しで、そう流しでいこうかしら。換算するスタイル、いや豆でいって、ダービスタか、俺奥駆け寄った男ぞ俺は。ダービスタで単勝で一回当てよう、そうしよう。やっぱルメールをもう買っていこう、こっからどっかで当たるやろルメールが。それにかけよう、もうこうなったら単勝一番ルメール一生かけていくスタイルでいこう。で調子がいいときはルメールが3連勝とかして、あ、うまうまって、そこで外すけん、もうルメール。あ、もうねえわって。
3連までぐらいはあるやろ、ルメールも。どう思われますそれ。それはひどい、ありえん。安直すぎる。そうやな。ていうかまあ俺皐月賞ちょっと有志に情報もらっとるけん言っていこうか。俺がもうレポートをまとめてこいって言ったらきっちりまとめてきたけん。出走馬情報、まずエアフォーリア、ボバ3歳、父エピファネイア、母ケイティーズハート、ここに注目。メイクデビュー札幌芝 2000m 1勝クラス、100日走特別東京 2000m 前走の共同通信杯とデビューから3連勝を達成。昨年の牝馬3冠を制したデアリングタクトの続き、エピアネーク3区が今年もクラシックで注目を集める。こいつまず注目馬な。エフフォーリア、次、ダノンザキッド、父ジャスタウェイ、母エピックラブ、ここに注目。無敗で昨年末のホープフルステークスを勝利、デビューから4戦連続でメンバー中最速の推定上がり3ハロンタイムをなんとかしたポテンシャルは本物だ。前走の弥生賞ディープインパクト記念、え、何これ、弥生賞って今ディープインパクト記念っていうの。3着はいかにも休み明けといった走り、狙いすました大舞台へ万全の体勢を敷いている。グラティアス、グラディオみたいな感じですね。ハーツクライ父、母マラコスタムブラダ、ここに注目。前走の強制杯は器用なレース運びで優勝、遊びながらの走りで制したメイクデビュー東京芝 2000m とは違って集中力のある走りだった。2019年阪神ジュベナイルフィリーズを制したレシステンシア父かっこダイワメジャーを半姉に持つ両決馬に期待したい。お前これか、ダメじゃ、ダメじゃやぞこれ。グラティアス要注目。タイトルホルダーボバ3歳、父デュラメンテ、母メーベ、ここに注目。前走の弥生賞かっこディープインパクト記念は鮮やかな逃げ切り勝ち、東京スポーツ杯2歳ステークス2着ホープフルステークス4着の実力を改めて証明した。本番と当舞台のトライアルを制し、にわかに注目度が高まってきた。馬名の通りビッグタイトルを手中に収めたい。ラーゴムボバ3歳、う、父オルフェーブル来た、母シュガーショック、ここに注目。前走のキカラジキサラギ賞をしぶとく競り勝ち、堂々と大舞台へ挑む。500キログラムを超える大型馬でタフな一戦なればその馬格が生きてきそうだ。ちょうど10年前にオルフェーブルが制したクラシック3冠の1冠目、大舞台でこそ輝く父の血筋の期待も高まる。あるんちゃうんこれ、オルフェどう、キサラギ賞上がりは狙い目本当。ビクティファルス父ハーツクライ、母ビルジニア、ここに注目。オモババの前走スプリングステークスを中段からしぶとく差し切り勝ち、母の父が世界的名馬ガリレオというヨーロッパ系統で秘めるパワーはメンバー中でも上位だろう。早い時計での決着に対応できるかが未知数だが、タフな消耗戦なら有力馬候補に浮上する。ガリレオ、ビクティルファス、ええじゃん。アドマイア・ハダル、ボバ3歳、父ロード・カナロア、母スイワ・トーショー、母の父ディープインパクト。前走若葉ステークスリステッド阪神2000を3馬身差で快勝、ホープフルステークス5着馬のシュバリエーローズ2着を破り、世界世代トップクラスとも戦えることを証明した。 2000m 戦を連勝中で距離の不安もなし、台風の目になる資質は十分に備えている。
何前これ若葉トライアルだろこれ。桜花賞いくら勝ったの、負けてるから。ステラ・ベローチェ、ボバ3歳、父バゴ来た、バゴ、バゴさん来た、母オーマイベイビー、母の父ディープインパクト、ここに注目。昨年の宝塚記念とアルマ記念を制したクロノジェネスと同じバゴ3区、サウジアラビアロイヤル1着、朝日会フューチャリティステークス2着と実力は世代トップクラスだ。タフな馬場なら巻き返しは十分にある。うまい、とりあえずこんぐらいみたいだな俺の有志の情報は。有力馬はどうだろうか、これを踏まえてどうな、君たちの見解が聞きたいんだが。ダノンザキット本当大阪杯負けよゼロな、もう大阪杯とか何勝った、俺ルメールだろう、あれって段取りよったっけ、あれあれよ、あれグランアレグリアよ、くっそー酒おって。でそれを踏まえてチラしたら今回の参上ですわ、育ちですわ。謝りたい俺、育ちに現地で育ちに謝らさせてくれや。どこ行ったら会える育ちに。美しかった、やっぱ俺が言おったことないやないん、みんなあれやったんよ、美しすぎて前に出れんかったけーよ、これ絶対だ、やっぱ一歩引いたんよ。っていうかその無敗は買えっていう格言あったのに、買っとけよかった。しかも最後里見の方が上がっとってし、オッズ育ちより。普通にいいレースした、お前ら分かったんやろな、やっぱり分かっとったんよ、みんなグリマル押しとったもん。だって俺あのグリマルつけるときみんなそだしそだし言おったもん、とか言いながら買ってないやつもおるんやろな、あんな言いながら、ほんとざまやが。勝負根性あった、綺麗な馬初めて見た、生えたやっぱり白毛は生えるわな、絶対あんな綺麗すぎるもん。そうだっけ、そだしはパドックで他の馬に萎縮してみますね。何が始まってみたら何や、やっぱ抜群の勝負根性があったんやろ。自称競馬クロート、白毛買うミーハーがいてオンツがうまい、そうそだしがこけて飯がうまいとか言おったけん俺、今でも覚えとるわ。くーバカしたマジで、見やばったわその本質を。桜育ち晴れ美しいの一言よ、それよな見てないけど俺です、見よ今度。育ち様どうするん、でもオークスはいかんやろ、育ち長距離は向かんのじゃろ、中距離とか。でももうソダシはあれなんじゃない、実績はもう積んだけん、こっからまた母としてさらに白毛伝説が生まれていくんやない、今まで迫害されとったんぞ白毛って、ププって、足元に及ばんがこいつらっていう中、ようやく異質の馬が生まれたんじゃろ、ついに。こっからお前ボバでお前クラシック取るような白毛なんか生まれてみいや、もう湧くぞ世界が、競馬界が変わるぞ。4歳までは走るでしょう、まあそうやな、スタミナパワーゴリの育ちが多くていかない、あスタミナあるん、じゃあ面白いやん、
なんかあの、ソダシは NHK マイルカップ行くじゃろっていう意見の方が多かったような気がするんだが、まあでもボバも出るけん、いかんか。ハイテンション、いややっぱ競馬やりだしたらもう燃えてきたな。今パチンコパチスロが腐っとる中、俺ついに自分の立ち位置が見えたかも。18歳で引退しとったけど、ついに来たんだ俺の、本当はこっちだった俺は。こんにちはって、今日が入学式やで俺の。もうええわ、パチンコパチスロがクソすぎてマジで門叩いた俺今日、ついにコンって新しい世界に。いやほんと今バチやるより全然おもろいで、なんならもう一瞬で決まるしな。時間効率考えていこうや。もうそんな若くないし俺も。下手に10時間やってお前5万勝つよりお前2分でなあ3万勝つ方が早いわってなってくるわ。こんなもん競馬の沼へ。効率は良さそう、大丈夫。そのうち俺の楽天口座が被覆券見したるで。こいつもうって、お前らダダこねるで、地団駄踏み出すで。知らんぞそうなっても。今はまだ入金マシンやけど俺も、そのうちあるで、もうやりくり。入金口座それな、今まだゼロやけん。今サツキの前にとりあえずチャージするか1本。コンビニの ATM 行くんがもう日課になってますからね。ミオディンから下ろして楽天口座にぶち込むっていうこの流れが生まれとるけん俺。厳しいよなって、変えようかなちょっと。ダサい入金。流れるような俺詐欺大丈夫ですか。ちょっと待って、ストップって、その入金ってなるかもな。そのうち止められるかも俺、おばちゃんとかに後ろの、ちょ待って、あなた大丈夫それって。電話しながらやってみようかな、入金止められるんかな俺。ってこうスマホ横にしながらこうやってやるよったらワンチャン止めてくれる人おる。恥ずかしすぎる。銀行の常連に。そういう優しい人がおるかもしれんぞ、事案が生まれるかも。チャに笑われたけんな俺、お前そんなんやるぐらいならやるなやって。豆で買えって言われたんやけど、お前のもどうなんぞって思ったけどな。100円で散らせやって、うるせえやって。あいつなんかやってないけんな、大岡なんならやれや。まあでも分からんわ、クラシックは分からんわマジで。だって3つやもん。大体大花賞組じゃない、お前 JF 組はないって言ったやんか。そういや JF ぶっつけ組よりトライアル組の方が強いって言ってたのに、やけん俺シゲルとか買いよったのに、騙された俺。言ってない、いや言おったけん、普通に言われてましたから、過去のデータではって。でもぶっつけ組の方が強かったんやけど、あの里野とかソダシとか、まあアレンとは言おったよ、確かに大体実力通りに来るっていうのは確かに俺は間違っとった、うん、あの80倍ついて飯がうまいって思いよったけど、シゲルなんかお前トライアル買っとんのに45倍とか、これ美味しいがって俺入れたけんな、仕事前にふふってニコニコしながら、お前らスマホで入金したんやで、ワイ。で、仕事終わって休憩中に見て、ソダシって、あって。ふふってなったわ、俺。あ、ソダシじゃんって。
笑った。もうちょい楽しめるかな思ったんやけどな。ざまあった。そっからの仕事なんか身も入らん、ほんと。抜け殻みたいになっとったで、俺。あ、うまうま。なるよな。げっそりしながらやりよったわ。愚痴配信でもなるわ、ほんと。ああ、ちょ、さつきやっとこうかな、今日もう。だいたい前日とかそんな頃に予想しよるけんダメなの。今なんだ、俺は。ちょっと今日ちょっと予想しよう先に。そっから試練の山登るけん俺は。どういうんが強いかっていうのをちょっと教えてほしい。これは買っとけみたいな、もう今まさにちょっとない。なんかこいつは強いぞっていうのを教えてくれ。もう真剣に行こう。枠も決まってない。枠決まってないけど、どういうやつがええかっていうのをちょっとみんなの意見を聞きたい。やっぱ馬券やるやつもおるじゃろ。エアホーリア、あ、多いな、エアホーリア。これか。グラティアス。あ、エアホーリア行ったか。本当？いや、もう俺、エアホーリア行くわ。単勝、1万。だの？え？いや、でもエアホーリアやっぱ多い。ちなみにそのエアホーリアの暗状だね。それによってまた変えるけん。横竹か。え、ルメはちなみに何乗るな。ルメの馬教えてくれや。それによってまた変わってくるけん。横竹か。アドマイヤか。あ、アドマイヤね。アドマイヤハダル、何やったっけそいつ。ちょ待てよ、アドマイヤハダルはロードカナールは前走若葉ステークスリステッド2戦を3馬身差で快勝、ホープルステークス5着馬シュバリエローズを破り世代トップクラスとも戦えることを証明した、 2000m連勝中で距離への不安もなし、台風の目になるに素質は十分備えている。これにルメールで備えてるってことはまあまあつく。じゃあ行こうかな。これルメカスついに来るか、サツキでようやくやるか。しかもまあまあうまそう。もうルメカスか、これ。もう3連敗しとるけんのそろそろ来るんちゃいますの。いや、ええんちゃうん。飲んでるか、もう飲んどる、まあまあ。出来上がっておる、俺は上で。ん？中山走ってない馬は綺麗。中山、え？サツキ師匠って中山なん？中山の、やっぱそういう走っとったら違う？ロードカナロは、あ。いや、でも2000買っとるけん。ちょ待って、なんて言ったっけ、エアなんとかやったな。エアフォーリア、エピファネイア、メイクデビュー札幌、一生クラス、100日走特別、前走の共同通信杯とデビューから3連勝を達成、昨年の牝馬3冠を制したデアリングタクトに続きエピアニア3区が今年もクラシックで注目を集める。ええんかこいつ、やっぱどうしよう。あ、エフフォーリアか。エアじゃねえから、畜生って。あー、これか。無敗、これ、無敗の馬買え、負けるまで。やろうかな、これか。エフフォーリア無敗。あ、
もう今無敗が強いけんな、買おうかな。ここで負けます。ダノン、ダノン、ダノンザキッド、ジャスタウェイ、無敗、無敗でホープフルステークスを勝利。デビューから4戦連続でメンバー中最速の推定上がり3波のタイムを掲示したポテンシャル本物。こいつは無敗やないん、ダノンザキッドも。しかもホープフル勝っとるって。いやこれじゃないん、ジャスタウェイやし。ダノンザキッド、でも弥生賞は3着か。いかにも休み明けといった走り、狙いすました大舞台へ万全の体勢を敷いている。ああ、いや、そのダノン、あれ弥生賞は休み明けで別に本気出してないですよって感じらしいぞ。でちょっと弱気なとこ見せてサツキを取りに来とるって考えたら、川田か、今川田がええけんの、どうしよう。いや川田こん、エリザベスタワーで外しとるけん、そろそろ上がってくる可能性もあるけんな、バイオリズム的には。ありそう、マジありそう、どうしよう。まあ、ワレンしようかな、なんかから流そうかな。と言ってもな、もうそんなん単勝当てるようなもんやけんな、流すって考えたら。すげえ必死、いや必死よこれ。いやていうか生まれんで裏表で流しゃええんやけん、2着になりそう、1着取りそうなやつを軸にして流したら別に2着でもええんじゃろ、その1着のやつが。そう考えたらそれでいけるんじゃないか。エフフォーリアを流しでその辺の勝ちそうなやつ流していったらいけんじゃね、5頭ぐらい流したら勝てそう。それに2000円払ったら5頭買えるんじゃろ。で生まれんでまあ言ったらなあ10倍はつくじゃろ、さすがに1000円はつくじゃろ、したら2万円じゃろ、ということは1万バック勝てるかも。いやガミランやろさすがに、チェーマンやったら。で5頭軸で勝ちました。本当あるんちゃう、金落ちとる、あるか。取らぬタヌキのなんとやら、それな、土建屋はどんぶり勘定が好きやからなって。まあ騎乗の空論団はそうなんやけど、単勝かなやっぱり。俺はチェーマン張るか、ここ一点集中で。とりあえず一回当てたいんよ俺、頼む当てさせてくれや。散らしたらな、ガミるしな、2位5戦でな、散らしてもな、グリグリのやつやったところでって感じがするしな、難しいよな。泥沼、いや当てたいな、何でもええけん当てたいんやけど、あったことない、ない。2500×4、 いやもうこれしかないと思うよな俺。でもここはさすがに言うて3倍はつくやろ、単勝でも。そんな 1. 何倍とかの話じゃないやろこれ、結構白昼しとんやけん。じゃあ散らしてもよくね。いや大体10倍つかんと散らしてもあんまないしな、10倍なんかつかんしな。3倍ならガミるな、そうなんや。5倍つかんとガミるけんな、もはや。まあ4倍か、4倍からやな、単勝 4連は。F コーリアで4倍つく、4倍つく。じゃあそれに単勝1万かけたら4万やろ、3万勝ち。俺の楽天銀行口座に4回戦える権利がもらえるっていうやつか、ありやなそれ。 G1 4回は戦えるやろそっから。うーん、夢広がリング。
転チャンスあるで、これ。楽天払うからやめろ。ようやくできたんよ、俺。俺、スマホで買えるようになりましたから、ついに。サボーズに言わんでも。やったねって。ギリギリ10分前までに買えるようになったんやで。それがもうたまらないって。ドル沼な。ツイートしてたの笑った。ワイワイって、ワイやでって。ドル沼の入り口。いやでもな、その前にあの入金作業がいるけん。楽天に1万入れてから JRA 投票のとこ行って、そこでチャージっていう作業が始まるけん、こっちに移しますっていう。もうね、つれえわ。で、なくなるけん。2分で。2分かからんかったな、今回は。1分20秒ぐらいですか。給料振り込み先楽天しよう。それしたらもう、俺終わるけん。とりあえず、イオギンだから。辛いな、辛いよ。今もうゼロやけん。まさに。それだけのための口座やけんな。増えることはあるんでしょうか。まあ、目標は今年、その楽天銀行口座を100万にするっていうのが、目標なんで、僕の、今の。今ゼロだけどな、うん、気がついたら100万になってたっていう、何あの異世界転生みたいな流れになってくれたらありがたいと思ってる。競馬をやり続けて100年って、気がついたらレベルマックスになってましたっていうのが今の俺の目標だ。かまん、夢見すぎよ。まあそうなるわな。白黒山水、うん、競馬やり続けて500年って、なんでここまでポジティブになるの。いやまあパチンコやりよったやつなんかこんなんまだぬるい方やけん。むしろ週に1万なくなるぐらいなもんじゃろこれやったら。お前そんなもんじゃないけん、パチンコなんか。週じゃねえから。1日で5万とか10万のレベルやったけん、こっちは。そう考えたら週1万なんか、まあ、ぬるいぬるい。かわいいもんですわ、こんなもん。比較するもんが間違っとる。気がついたら100万減る。まあ、そういう可能性もあるけど、はっきり言って G1 しかやってないけんな。G1 って今何個か分かってますか、年に。ね、全敗したとて、パチンコの負けより可愛いから、全然。余裕でプラスな考えようによっちゃ、全敗してもプラスやけん、俺は。だって1万しか賭けんもの。お前、100万なんかとんでもないぞ。100万とか。いくレベルやけん、下手したら。よっぽどクソやったら。実質勝ちじゃん。いや、あれやな、やっぱダビスタのスイッチのダビスタがいかんかったんよ。俺の競馬魂が燃え上がった。ここに来て。パチンコ熱が冷めた時にあの競馬熱が上がったんは、これはもう悪手やな。完全に。で、また三冠馬とか出とって、いい世代に恵まれたかも俺。運命やろなこれ。北のせいかなこれ。ダメな大人。いやでももともとはそういう大人だから俺は。でもやってみたらな、やっぱりな、燃えるもんがあるで、競馬も。俺18で、
あの引退しとったよ。スペシャルウィーク、星雲スカイね、成田トップロード、あの世代で俺は死んだけん。まず俺の競馬最強の時期がそこやった。スペよ、スペちゃんって、スペちゃんやったんよ俺の思えば。まあ本当はあれやけどな、あのダビスト3やけん、東海帝王とか公海帝王、ミソノブルボン、何オグアグリキャップからの在宅ヘリオスで石のフラワーね、いつもディクタスこの辺ですわ、アグリだいやすごいけん、ほんと知っとん、目白マッコインってわかる、あの世代ですから俺。おたべマッコインやけんなあれあとな、あれ何やったかな、あれもおった、あのウイニングチケット、ウイニングチケット何やったかな、あれどう変えられとったやったかな。あとアイネス風神とかな、あいつも強かった、ダービーしか出てこんかったけどあいつには勝てんかったな。クリスタルカップ、あのカバウラステークス、ネギシっていう、あの藤枝三冠とかな、いろいろあった。成田はおらんのよ、あのあれは96からやけど。あとなぁ、何やったのかなぁ、結構あのライバル馬が楽しかったよな。あれあれあれ先行ラブリーな本当は進行ラブリーなんだが、あいつらは強かった。サッカーボーイだけはなんか普通にサッカーボーイやったような気がするけど、お前むしろのアニメがまさにその世代。そうなんよな、やけんええよな。ダビスタ3は良かったよ、ほんと。まずライバル馬がいい。あ、サッカーボールや。サッカーボールだったわ。あいつはあのデイリー杯で敵なだけでもう出てこんけん。2歳の時にしか出てこん。まあ3歳か。あの時は4歳だったからな。ウマ娘見とる、見とるよ。もう終わったかな。でもサッカーボール、いやあれはもうほんとデイリー杯でしか戦えんぐらいのレベルのやつやけど、そもそも藤枝預けたらもう絶対出んから、クラシックとか。ホーリックスは実名、結構あの普通のやつにもおったよね。タマモクロスとかな、あのアスワンが良かったっけ。まずアスワン、アサティス、この2頭でもうはめるしかないゲームやったような気がする。ノーサンテイストとかな、あのサンデーサイレンスとかブライアンズタイム、かけ音はにわかやけん。シンボリルドルフとかミルジョージとか、あんな700万とかな、あの辺の何マルゼンスキーとか1000万、こんなんかけ売るやつらはもうバッタもバッタっていう。もうアスワン、アサティスで、ワンチャンバンブーアトラス、この辺かけるやつらがもう牛耳っとったけん、世代を。サドラージュウェルズとかもうクソっていうかないし、あーでもなんか透け取るやつはおったかな。アンバー社内とかもうそういうレベルじゃないけん、あのインブリード至上主義なんで、あのゲーム安定 C のもう普通に何安定 A のノーザンテイストとかサンデーサイレンス駆け寄るやつらはバッタっていう、あまあええとこの坊ちゃんができるだけでしょうなっていうレベルのゲームですから。まあノーマでもまあワンチャンやけど、あいつは万世やけんまあまあしんどいっていう話ですね。ミュータント待ち、まあやけんその安定しての爆発待ちですよね。てか本当ハマったやつらすごいけん、
あの売り値がもう違うから、4000万球とか5000万球が出るけん。でやんちゃじゃなかったら切ってっていうもん20万な。簡単な作業なんよ本当。で晩成で4000万とか出たらもう話変わってくるけん。基本的にもう値段でわかるから子供は。そう値段で判断できたんよあの頃は。もう売れるしな、大変ケンケンとか言われた時点でもうおとなしいとかもう売れるから、とてもやんちゃですってよし見るかってなるレベルやけん。ウイポ出るからって。いやウイポはあれなんやろ、なんかもう歴史が変わっていくやろ、騎手とか死ぬんやろ、あの馬とか。そういうのはダメなんだ、嫌なんよ。そういう血統がもうずっと変わっていくんは、転生してもらうと困るんよ。こっちは死亡は生きておけ。もうそれ何千年もしたらもう絶対残ってないですよ。シミュレーションできるって、いやもう歴史変わりますやん。北さんブラック何千年もやるん、まあそうなるけんな。まあでも俺ダビスタはちゃんとやったもん、エンディングまで見たもん、親子二大制覇したもん。三冠馬は出んかったけどな。したもん。ウマ娘やらんの。いや、ウマ娘あるんよ俺今。なんならアプリは。あ、これ俺わかるで、ご注意、プリティダービー馬娘。シンボリルドルフ、うっせえ。うわナイスシャワー、グラ、あれグラスワンダー、タップ、わー、アカウントを連携することで端末を紛失した場合。いや、いいわもうめんどくせえ、やらね。開口じゃない、これ勝手に入れられたんよ知り合いに。取り込めクズ、知らねえやんねって。リセマラ嫌よ、俺こういう系じゃないんよ、そもそも俺リアル競馬ですから。女もお前ブヒブヒ言ったらええんよお前豚が。俺そっち系じゃねえから、本物系だから。じゃあ消せよって、まあ一応な、またぐなよって、だって豚やん。え、煽りとかじゃなくて。でもあれや、見る、まあ俺も豚っていうことで、じゃあ豚が豚をあの罵る配信って感じですね。ブヒブヒいう感じかもな、うん、豚が土食り合うっていう感じでしょう。トモ食い豚同士仲良くしろよ。誰もしな、俺はな、そうですね、ウォッカかな、
あまりよるのが怖い。魚津か。これは豚。ボーイッシュなのがいいか。うん、そう。ナイス停車が人気。いやどうやろな、ナイス停車とかな、なんかちょっとな、あざといんよな、あいつは。メジロライアン、メジロライアンなんか出たっけ。サルスすか、嫌いよあいつマジで。でそのサイレンススカを慕うスペもまあまあ痛いっていう。もういいやんってお前どんだけ好きなんってなるんよな、あれ見よったら。鈴鹿さん言いすぎやろって、もうやめろやって。もうお前海外衛星行ったやけんもう出すなやって。切れるこれ戦争。ああまたいだわって、必ずされんぞって。いやでもそんなもんじゃない、結構またいでるよ。だってでもそうじゃないん、あれあれが人気な。もうああいうくだりいらんのよな。ちょ鈴鹿さん押しすぎなんちゃいますのんって。お前主人公やぞって、なんでお前主人公やの、お前鈴鹿さん鈴鹿さんいよんぞお前はってなるんよ俺。お前の物語じゃろうがってならんか、ならんの。憧れないよそういうもん。全員主人公なんだよ。ああなるほど。豚ぶち切れ、やっぱ刺されるこれ。俺見てないけんわからん。まあ見たらええわ。見たら俺と同じ印象を抱くやつは多いと思うよ。でも。なんなんだお前ってなるけん。夜道気をつけろ。やっぱガチ勢多すぎた。これ。見ねえよって。まあ見てみーって。競馬好きやったら見るべきやで。ふーってなるとこもあるけん。まあまあ。そこそこ。多少ね。ソダシ出てほしいな。マジで危険な会話ぞ。どんだけなん、ほんと。そんなに命燃やすなって。いや、マジで。人が人を憎しむっていうのは嫌なことやで。鈴鹿派が、あ、鈴鹿派がやばいんか。やば。長官乗った。察しって。まあ、美穂のフルボンもまあまあ痛かったけどな。俺は見よって。できました。さらに。ブルボンもまあまあ痛かったな、うん、マスターとか言うあたりで、ってしかも負けたらそれってまだおるんかやっぱーってブルボン勢もやばいこれおい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 やばー、これ炎上待ったなし、切られる虚勢ある俺ここまでまたいだら、いやならまだ間に合う。いやでもな、煽りたくなるよな。味方を作れ、俺好きよあれ、あのシンボリルドルフ
ルドルフ会長はまあまあ好きですよ。ブルボン勢もやばい。オーナー帝王も俺まあまあ、叩けるんやけど、叩こうと思ったら色々叩きポイント何個でもあるんだが、俺見てたら帝王を叩いたらやばそうやな。でもマックイーンとあの辺はさすがの俺もまた元件やめとくわ。叩いてやねえ、叩いて、これ叩いたらもう多分待ったなしやで、炎上。命なくなるぞやめとこっか。もう行くとこまでやろうや、やろっかな。こっちはまあまああるけんな、こうネタは豊富に取り揃えておりますよ。俺トイレ行ってくるわ。これ以上やったらやばそうだ。